今日はチョンノに行きましょう。行きましょう。そこに若い城があります。わあ、そうですね。日本でも時々大きい町に城がありますよ。ええ、でも韓国の城はちょっと小さいですね。そこ見てください。漢字があります。それは漢字じゃないです。韓国の한자です。患者。韓国人は時々한자を使います。漢字と한자は似ています。面白いですね。教えてありがとう。私は韓国の城が好きです。とても古いですが、まだ綺麗です。これは何ですか？オンドルですよ。アンドル、韓国人いつアンドルを使いますか？ご飯を食べるときと部屋が寒いときにオンドルを使います。面白いですね。その口の前に座ってください。写真を撮りましょう。わかりました。かっこいいです。ありがとう。今晩ご飯を食べましょうか。はい、プルコギを食べましょう。ブルゴギ？ブルゴギは何ですか？韓国の食べ物です。肉と野菜がありますよ。美味しかったです。これはちょっと嫌いですか？私肉が好きですから。行きましょう。とても美味しい食べ物ですよね。肉が美味しかったらですから。じゃあ、ホテルに帰りましょう。はい、にぎやかな街でしたね。そうですね。私、静かな街が好きですが、かっこいい城と美味しい食べ物がありますから、종로が好きでした。私もジョンノが好きでしたよ。モーニングコーヒーを飲みませんか？いいですね。私もコーヒーが飲みたい。どこで飲みますか？そこのカフェは結構有名です。そうですね。たくさんの人が待っています。あ、本当ですか？じゃあ早く行きましょう。まだたくさんの人がいますね。そして、ここはとても暑いですね。ご飯を食べに行きませんか？行きましょう。今、エアコンが必要です。いらっしゃいませ。何名様ですか？3人です。こちらにどうぞ。メニューはこちらです。これは何の料理ですか？韓国の餃子です。豚肉で作られたものとキムチで作られたものがあります。それは美味しそう。そうですね。豚肉を餃子水とキムチの餃子水をください。わあ、本当に美味しそうですね。ええ、今とてもお腹が空いています。いただきます。いただきます。いただきます。わあ、本当に美味しいです。うまいですね。ナイス。本当にはまだたくさん人がいますね。先よりもっと増えました。そうですね。ホテルに戻りましょうか。戻り戻りましましょう。ょう。みんな、これは何でも一番だよ。初めてここに来たよ。すごいね。たくさん店がいるね。何がいいかな？食べ物が夢だよ。キムチやお菓子を食べてみたい。いいね。冒険しよう。写真も撮る。インスタに載せるよ。着物やお土産も見たい。
この年賀状は綺麗だね。僕は孫カップを買うよ。みんなでドラマショナルの金ののもみよ。面白い、可愛い色がたくさんある。この犬はどう？みんなかっこいい。わあ、ここで朝鮮語で話を聞いてみよう。朝鮮語難しいけど楽しい。このいろいろな店ワクワクするね。ここでの音楽も聞こう。今日はとても楽しかったね。たくさん写真をおったよ。またここに来たいね。